山本さんが僕ちょっとびっくりしたのお湯になった時ですジローね、僕も切り抜きましたからね地元の暴走族で駅前ですごいうるさかったけど、金曜日の8時になったら各家に戻ってます私自身はなんか嬉しいっていうよりも、はい、もう怖かったですね。沖田くんの人気がとにかくすごかったので本当に石投げられてます。集団でこう女子高生がいるとあいつだよって言われて行かないんだ松浦君あんなこと言うわよ。分かったよ。